皆様こんにちは東中野の矢原です今日は「月夜の電信柱宮沢賢治」の作品なんですけれども約100年前に書かれた童話です。でで自分の思考を100年前に戻して想像力でぜひお楽しみください。 はし浜辺へべをさまあよえばみかしのことぞしのオばルる,るか よしるなみいもかいのいろも月夜の電信柱ある晩、教授は増量を履いてスタスタ鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました確かにこれは罰金です おまけにもし記者が来て窓から長い棒などが出ていたらいっぺんに殴り殺されてしまったでしょうところがその晩は線路の見回りの交付も来ず窓から棒の出た記者にも会いませんでしたその代わりどうも実にへんてこなものを見たのです9日の月が空にかかっていましたそしてうろこ雲が空いっぱいでした。鱗雲はみんなももう月の光がの底までも 染み通ってよろよろするという風でしたその雲の隙間から時々冷たい星がピッカリピッカリ顔を出しました京一はさタスタ歩いてもう向こうに停車場の明かりがきれいに見えるとこまで来ましたポツンとした真っ赤な明かりや硫黄の炎のようにぼーとした紫色の明かりやらで目を細くしてみるとまるで大きなお城があるように思われるのでした 突然右手のシグナル柱がガタンと体を揺すぶって上の白い横木を斜めに下の方へぶら下げましたこれは別段不思議でも何でもありませんつまりシグナルが下がったというだけのことです一晩に十四回もあることなのですと,ところがその次が大変ですさっきから線路の左側でグワングワンとうなっていた電信柱が列が大いばりで一遍に北の方へ歩き出しました い大いばりでいっぺんに北の方へ歩き出しましまたみんな6つのせ戸物のエポレットを飾りてっぺんに針金の槍をつけた土壇のシャッポをかぶって片足でひょいひょいやっていくのですそしていかにも京一をバカにしたようにじろじろな横目で見て通り過ぎますうなりもだんだん高くなって今はいかにも昔風の立派な軍歌に変わってしまいました。ででで 電信柱の軍隊は速さ世界に類いなしどっ手でどっ手で電信柱の軍隊は規律世界に並びなし一本の電信柱がことに肩をそびやかしてまるで腕着もガリガリなるくらいにして通りました。見ると向こうの方を6本 腕二十二の瀬戸物のエポレットをつけた電信柱の列がやはり一緒に軍歌を立って進んでいきます。どってでどってで日本腕着の工兵隊六本腕着の隆起兵、どってでどってでどってでど、一列一万五千人、針金固く結びたり、どういうわけか。 2本の柱が腕着を組んでびっこを引いて一緒にやってきましたそしていかにも疲れたようにふらふら頭を振ってそれから口を曲げてふーっと息を吐きよろよろ倒れそうになりましたするとすぐ後ろから来た元気のいい柱が怒鳴りましたおい早く歩け針金がたるむじゃないか二人はいかにもつらそうに一緒に答えましたもう疲れて歩けない足先が腐り出したんだ 長靴のタオルも何もかもも何かうめちゃくちゃゃくになっているんだ後ろの柱はもどかしそうに叫びました「早く歩け歩け貴様らのうちどっちかが参っても1万5千人みんな責任があるんだぞ歩けったら二人は仕方なくよろよろ歩き出し次から次と柱がやどんどんやってきます」「どってでどってでどってでど」「槍を飾れると田んぼをすねは柱のごとくなりどってでどってで」 肩にかけたるエポレット重き務めを示すなり二人の影ももうずっと遠くの六町色の林の方へ行ってしまい月が鱗雲からパッと出て辺りはにわかに明るくなりました伝心柱はもうみんな非常なご機嫌です京一の前に来るとわざと肩をそびやかしたり横目で笑ったりして過ぎるのでした第1話はここまでです 100年前に戻りましたでしょうかでは皆様ごきげんようさようならまた来週まで東中野の矢原がお送りしましたウクライナに平和をウクライナに花をウクライナに希望をウクライナに平和を望んでますでは皆様ごきげんようさようならバーイ